野原に咲いておりましたアメリカ山ごぼうです。どなたもよくご存知だろうと思います。今日は思いっきり描いてみましょう。それでは始めましょう。色は五分、園児、そして群青、若葉、そして青磁。今日はちょっと黄土色を使ってみます。そして面相筆と彩色筆ですね。そして今日はちょっとカメラを傾けています。いつもこちらからの描き方が見えないっていうご意見をいただきますので、今日は左からちょっと傾けてあります。見えるようにしてあります。それでは面相筆で薄墨を使います。そして下書きをします。大胆に線だけをちょっとバランスを見ながら下書きをいたします。そしてここから非常に大きな葉が出てます。柔らかい葉ですので、こういうふうに描きます。そしてこういうですね。そしてこの下からも一応出ております。そしてこちらからこういうふうに、そしてこちらに出ておりまして、そしてこのこちらにも小さな葉が出ております。こちらは枝ですから、非常にごく自然にな形を描きたいと思います。そしてここからまたこういうふうに出ております。それではまず茎が園児の色ですね。園児の色に群青を混ぜて、そして五分を混ぜます。そうしますとこういう色ができます。それで思いっきりで薄墨も少々混ぜましょう。ここからこういうふうに、ここは
この実は細く小さいですから、そしてもう少し群青色をとおすずみでご自由に一度こういうふうに赤く出ておりますから、はい、こちらも非常に鮮やかな茎ですので、園児をもう一度この上からこういうふうに塗っておいても結構です。そしてこちらをこういうふうにしましょう。実は一番最後にいたします。そしてこちらもこういうふうにしましょう。はい、次は葉ですね。葉がとてもユニークで元気がいいですね。下塗りをいたします。この黄土色で、黄土色ですね。下塗りはきちんといたします。薄く、濃くではなくて薄く下塗り、薄い色ですね。こういうふうにいたします。ここにもちょっと葉をこういうふうに描いておきますか。茎を塗る、描くのを忘れてました。こうですね。そしてこの葉が乾くまで実を描きます。
はい、薄摘みに煙字、薄摘みに煙字、そして群青を混ぜます。そうしますと、このようなぶどうのような美しい色が出来上がります。これにちょっと小泉を加えますとさらに良くなりますね。そしてここから丸い実をちょっとこういうふうに、ちょっと葉のここに隠れていますね。そしてそして徐々に赤みが強くなりますので、赤い実が煙字の色の実ですね。そして小さく、ここは小さくしておきましょう。こういうふうに、ここら辺りは非常に重なっております。密になってます。そしてこの こちらもこういうふうに、そして筆を洗って次は若葉と青磁ですね。青磁を混ぜまして、ちょっとこういうふうに寒い時期ですのに、もう新たな青い実が待ってるんですね。そしてこの面相筆で丸くしてやりましょう。
この身に特徴がありますので、ちょっと丁寧に書いてやりましょう。で、こちらも歯が乾きましたので、大胆に描きましょう。色を塗りましょう。はい、薄墨を混ぜます。若葉に薄墨を混ぜます。そしてたっぷりとたっぷりと塗ります。はい、まずこれですね。絶対にこう二度塗り三度、こういう風なタッチはやめましょう。こういう風にさらりと鳴らすように色を塗ります。はい、ここもですね。で、はい、ここもですね。そして歯と歯の重なりの部分は必ず1ミリほど開けてくださいね。そしてここですけれども、やはりこちらも蓋を開けましょう。で、なりましたね。そして茎もこういうふうに引っ張っておきましょう。さあ、この濡れているところに再度次は青磁の色、濃いこの色ですね、たっぷりしまして、はい、こういうふうに触らずにこのまま置きましょう。そしてですね、水洗いした筆でここをぼかします。
そっと動かします。はい、もう一度このセージでちょんちょんちょんとなってますね。ここをこういうふうにしましょう。筆を軽く緩やかに持ちまして、上から水の上を走らせてるような感覚でいたしましょう。そして、きれいな筆で面相筆ですね、面相筆で よく拭き取ります。そしてこの葉脈のところを色抜きをします。こういうふうに色抜きしますと、最初に黄土色しましたね、塗りましたね、それがここにちゃんと出てくるわけですね。はい、これもしましょう。非常に自然な感じがいたしますね。ここは細くこういうふうにちょっとしておきましょう。そしてこういうふうに5分でたっぷり面相筆につけまして、この実がとても艶やかに光ってますので、ここにちょっと艶を入れましょう。それでちょっと乾くまで待ちましょうね。それではほぼ乾きましたところで、面相筆の水で洗った面相筆をよく取り、拭きまして、次はこの細かいところの葉脈をこういうふうにちょっとしてやりましょう。こういうふうに見える程度でしておけばよろしいかと思います。ちょっと感じる程度で、
ちょっとこれは太すぎましたね。細くです。ついちゃいましたね。いけませんね。ちょっと鳴らしましょう。失敗、失敗。失敗はないんでしたね。はい。そして最後の仕上げですね。面相筆で小泉でちょっと縁取りをしておきます。こういった境目とか、例えばこういうところですね、細く細く、こういうふうにところどころちょっと筆を入れておきます。きりとなさらなくてもよろしいです。こういうふうにちょっと白い部分が覗いててもいいです。そしてここ、こういったところ、歯のね、こういったところはきちんとこういうふうにしてやるといいと思いますね。はい、ここもですね。こういうふうに縁取りをしてやると、ちょっとこういったところも入れてやるといいかもしれませんね。にぎやかになりますね。はい、この程度でよろしいかと思います。それでは言葉はここにします。明日でもなく、昨日でもなく、今の今を充実させるということがとても大切ではないかなと思いますので、今の今、私はいつもそう思っておりますので、今の今をといたしました。それでは全体のバランスが取れましたね。ここに空間を作りました、はい、はい、この茎の赤を際立たせるために白いボードでいたしました。白いボードで包んでみました。皆さん、随分寒くなりました。本当にお忙しい中、私の
動画を見に来ていただいてありがとうございました。これからもご支援いただくことを期待して頑張ってまいります。本当にありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。お体大切にね。